ここであらかじめ時間の延長をいたします。次に内海はじめ議員に質問を許します。内海はじめ議員、忘れちまったすみません。その情報を広く発信していくことが、重要であると考えます。そこでまず着地型観光案内機能の現状について質問します。現在本市を訪れる観光客は事前に行きたいポイントを調べてから訪れるか、 SNS 等で当地で情報を収集しながら周遊しているようですが、中には教育旅行の生徒をはじめとして市内中心部等で観光パンフレットを片手に対応している姿をよく見かけます。観光で本市を訪れた方に回遊を促す際、観光パンフレットや SNS だけでなく市内各所に設置されている観光案内標識等が有効な役割を果たすと考えますが、本市の設置状況について他の観光都市と比較を含めてどのような現状にあると認識しているのか、見解をお示しください。次に観光地としての演出効果について2点質問します。観光の対象となりうる資源を実際の観光に結びつける上で、個々の観光資源の状態が重要なのは言うまでもありませんが、それと同等かそれ以上に重要なのは観光資源相互の結びつきです。これは誰もがよく経験するところですが、一般に観光行動の多くがある一つの観光資源だけを目当てにしたものではなく、あるエリアに含まれる複数の観光資源をめぐって行われることが多いからです。会津若松市内全域に眠っている観光資源との連携を強め、その持てる資質を最大限に生かすことは極めて有効な方法であり、そのためには観光資源単体としてもまた観光資源群としても適切な演出を施し、来訪観光客が鶴ヶ城をはじめとする市内の観光地に少しでも長く足をとどめるよう仕向けていくことが必要です。そこで観光都市であることを演出する取り組みも訪れた方々へのアピール効果として重要と考えますが、市内中心部や各観光エリアにおいて観光地としてのサイン灯を活用した演出効果の現状はどのようになっているのかお示しください。次に写真映えする場所やアイテムの写真を撮り SNS で発信することは、今年の流行語大賞にインスタ映えが選ばれたことからも社会現象といっても過言ではなく、観光誘客する上でも重要な要素となっています。そこで観光演出としてインスタ映えするスポットを官民連携により創出することは、 SNS での拡散効果を考えると欠かせない観光誘客の取り組みと考えますが、インスタ映えするスポットの創出に関する見解と今後の取り組みに
対する考えをお示しください。次にマンホールをはじめとした公共的機能を有効活用した観光戦略について3点質問します。昨年から取り組んだマンホールカード事業は市民をはじめ全国の愛好者にも好評で、当初2000枚であったものが新たに再発注したと伺っており、一定の評価をするとともにさらなる有効活用を期待するところであります。そこでマンホールを活用した先進的な取り組みとして、仙台市ではデザインマンホールの設置によってスポーツ施設等の案内やイベント等のマッチングにより街中回遊型の観光誘客を図っていると伺っていますが、仙台市の取り組みについての見解をお示しください。また本市においても観光誘客の一環としてデザインマンホールを導入して、観光案内の機能や観光サインとしての積極的な事業展開を検討すべきと考えますが、その可能性と導入にあたっての課題等をお示しください。さらに公共的な機能を生かして案内機能や観光サインを積極的に導入すべきと考えます。現在新名通りのアーケードが建設中であり、新たなスポットとしての有効活用を検討すべきと考えますが、アーケードの柱等を生かして観光サインや案内機能を付加させてはどうか見解をお示しください。次は選挙事務についてです。選挙事務については投票率向上対策の一環としてこれまでもたびたび質問してまいりましたが、改めて質問させていただきます。まずは期日前投票所の増設について質問します。昨年の参議院議員選挙に引き続き、本年10月に施行された衆議院議員選挙でもアピタ会津若松店に期日前投票所が設けられました。この2回の投票結果を踏まえ、期日前投票所の設置の効果と今後の期日前投票所の増設の考え方をお示しください。次は選挙人名簿登録時の居住調査について質問します。選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、選挙人名簿登録時の居住調査で居住実態のない有権者の数は減少したと考えますが、その調査結果と結果を受けての見解をお示しください。合わせて選挙人名簿登録時の居住調査において残された課題もあると考えますが、認識をお示しください。次は会津全国演歌共演会についてです。11月3日に第2回会津全国演歌共演会が行われました。色鮮やかな花火が打ち上げられ、復興を願う大輪の花々が播州の夜空を彩ったこの大会には多くの方が来場し、また市内各所から花火を眺めることができたため、市民にも大変喜ばれ、秋の新しい風物詩として定着してきたと考えます。そこで会津全国演歌共演会の支援について質問します。第1回会津全国演歌共演会では予算措置はされず、今年度から予算措置がなされましたが、これは昨年の共演会をどのように総括し、どのような効果を期待したものなのかお示しください。さらに第2回会津全国演歌共演会でどのような効果があったと考えているのか、認識をお示しください。次に本市の支援体制について質問します。会津を中心にした若手経済人などで組織された実行委員会の下、民間主導で開催されてきた大会ですが、本市に与えた影響や効果を鑑みれば、今後も大会を開催していただき、本市の活性化につなげていくべきであり、
そのためにも行政支援は必要だと考えます。そこで今年度の予算においては、感動共同枠で会津祭り特別負担金として予算措置し、支援してきたところでありますが、今年度で感動共同枠がなくなりますが、今後の支援方針をお示しください。次は千葉産業の活性化についてです。まずは伝統工芸品の振興について2点質問します。本市では会津塗が国の伝統的工芸品の指定を受けており、県の指定工芸品としては会津塗をはじめ、会津絵ろうそく、会津木綿、また民芸品の起き上がり小帽子、赤べこ、会津天神など11の工芸品が指定を受けておりますが、平成27年12月定例会では、漆器以外の伝統産業の後継者等の状況は把握しきれていないという旨の答弁がありました。本市には漆器以外にも魅力ある伝統工芸品があり、その中には千葉産業の振興につながるものがあると考えますが、改めて本市の伝統的工芸品の現状をお示しください。さらに、漆器はもちろんのこと、それ以外の伝統的工芸品にも光を当て、磨きをかけることによって、伝統的工芸品から伝統産業、さらに千葉産業の振興につなげていかなければいけないと考えますが、伝統的工芸品の活性化をどのように進めようとしているのか、考えをお示しください。次に、会津ブランドものづくりフェアについて質問します。会津ブランドものづくりフェアは、平成28年度より、会津町中アートプロジェクト等の関連イベントとの連携を強化するため、町中で開催されるようになりました。地域住民や観光客の方々にとって、より立ち寄りやすい会場で実施することができ、一定の効果があったと考えますが、来客者数は減少してしまいました。2日間という短期的なイベントにおいては、より多くの人が集まれる会場での開催とし、街中でのイベントは一定の期間を確保して展示を中心とした開催にすべきと考えます。より多くの方に会津のものづくりに触れてもらうために、食と技の祭典を会津総合運動公園で開催すべきと考えますが、見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終了させていただきます。市長。はい。内海はじめ議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、観光案内標識の設置状況についてであります。本市の観光案内標識につきましては、民間の各観光施設や各事業の事業主体が設置しているほか、市といたしましても、市内各所に地図を表記した看板や、観光施設への案内看板を設置してきた状況にあります。また今年度には、東北電力の協力により、市内の配電用地上機器に、市街地の地図や代表的な観光地までの距離を表示するとともに、電柱にも観光地情報を載せて、街歩きの道しるべになるよう取り組んでいるところであります。このように案内標識の整備を進めてきたところであり、本市を訪れた観光客が円滑に周遊できるよう、今後も必要箇所の把握や設置に努めてまいりたいと考えております。次に、観光地としてのサイン等を活用した演出効果についてであります。現在、観光施設や先人のゆかりの地を中心に、市を含めさまざまな団体が先人の偉業や歴史的な出来事などを紹介する看板を設置しているところであります。これらの看板は、本市の奥深い歴史の演出に寄与しているものと考えており、今後も関係機関と連携しながら、観光地としての雰囲気醸成に努めてまいります。次に、
インスタ映えするスポットについてであります。インスタグラムなどの SNS を活用した観光誘客は情報を効果的に伝える有効な手段と考えており、若松津や極上の会津などさまざまなアカウントでイベント情報等の発信を行い、 SNS 利用者層の誘客を図っているところであります。また極上の会津プロジェクト協議会において極上の絶景たちというサイトを立ち上げ、会津地域の写真写りの良い場所を紹介しているところであり、今後も本市を訪れた方が自ら発信したくなるようなスポットをさまざまな媒体で紹介してまいりたいと考えております。次に仙台市のデザインマンホールに関する取り組みについてであります。仙台市ではスポーツ施設や動物園の周辺にデザインマンホールを設置しているほか、仙台市が舞台の漫画等をデザインしたマンホールの設置に取り組んでおり、観光地の雰囲気醸成や街中回遊のきっかけ作りとして有効な施策であると認識しております。次にデザインマンホール導入の可能性と課題についてであります。デザインマンホールの導入は景観に配慮しながらも観光誘客に効果的な場所やデザインに加え、費用対効果についても見極める必要があることから今後研究してまいりたいと考えております。次に新名通りアーケードの活用についてであります。新名通りアーケードにつきましては現在工事を行っているところであり、会津らしい景観に配慮しながらも会津木綿の雰囲気をイメージした温かみのあるデザインで平成30年2月に完成する予定となっております。アーケードへの観光サイン等の付加につきましては観光客の方の利便性向上に寄与する一方で、道路管理上の問題や景観への配慮も必要であることから、事業主体である新名通り商店街振興組合の意向を確認しながら検討してまいりたいと考えております。なおその他のご質問については主幹者よりお答えを申し上げます。選挙管理委員会事務局長。お答えいたします。期日前投票所設置の効果と増設についてであります。全投票者に占める期日前投票者の割合が平成27年11月の県議会議員一般選挙では約 24% でありましたが、アピタ会津若松店に増設後の平成28年7月の参議院議員通常選挙では約 30%、本年10月の衆議院議員総選挙では約 35% と増加しておりますことから、期日前投票所は有権者の投票機会を確保する上で有効であると認識しております。また、さらなる期日前投票所の増設につきましては、今回の衆議院解散に伴う選挙のように、急な選挙においても開設できる場所を確保することや、投票所の設置に要する経費と投票者数との費用対効果などの課題もあることから、引き続き研究してまいります。次に、選挙権年齢の引き下げによる選挙人名簿登録時の居住調査の結果と見解についてであります。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられて初めて執行された平成28年7月の参議院議員通常選挙時の居住調査につきましては、対象を新たに18歳から20歳になる方とし、送付件数は2984件であり、そのうち市外居住者が556件でありました。今年度の居住調査につきましては、対象は新たに18歳になる方であり、送付件数は1313件で、そのうち市外居住者が2件となっております。このような結果から、新たに18歳となる方を対象とした居住調査については、高等学校等に在学し、自宅から通学している方がほとんどであり、市外居住者は限定的であると認識しております。次に、選挙人名簿登録時の居住調査における課題についてであります。居住調査において、居住実態がないと回答された方に対しましては、年に1回程度、文書により現況調査を実施し、その際に生活実態に合わせた
住民票移動のお願いをしているところであります。また、現況調査時に大学卒業等により、本市に戻ってきている場合は、選挙人名簿に登録することとなりますが、回答をいただけない場合もあり、選挙人名簿に登録されない可能性もあるものと認識しております。今後とも機会を捉えて、選挙人名簿に登録されるためには、進学や就職などにより、引っ越しをした場合には、住民票の移動も併せて行うことが必要なことなど、選挙制度の理解をより深めていただくための啓発活動を行ってまいります。観光商工部長。お答えいたします。会津全国演歌共演会についてであります。昨年度の第1回開催につきましては、実行委員会の発表で約3万人の来場があったところであり、市民の皆様からも好評で、また観光誘客にもつながったものと認識しております。一方で初めての開催ということもあり、協賛金の確保をはじめとして当日の進行や交通整理など大会運営面での課題も見られたところであります。こうしたことから、本年度の第2回開催においては市も実行委員として参画するとともに、大会規模の拡大によってさらなる観光誘客と地域活性化につながることを期待し、財政支援を行ったところであります。今回の第2回につきましては、旅行ツアーが造成され約1000人の誘客があり、また拡大した見学協力券も完売するなど、昨年度を上回る規模で多くの皆様にご来場いただいたものと考えております。次に、今後の支援体制についてであります。本大会は民間の方々が中心となり、積極的に携わって運営されております。大会の認知度が高まり、一大行事として定着することで、民間主体の大きな取り組みとなることを期待しながら、今年度の実行委員会の運営状況を踏まえ、支援のあり方を検討してまいりたいと考えております。次に、伝統的工芸品の現状についてであります。本市には、漆器以外にも、会津エロウソクや会津木綿、赤べこなどの伝統的な工芸品が数多くありますが、経営上の課題や技術の伝承の観点から、伝統工芸に携わる職人の減少や高齢化による後継者の確保などの課題を抱える事業所もあるものと認識しております。次に、伝統的工芸品の活性化についてであります。本市の伝統的工芸品については、土産品や絵付け体験など、会津ならではの重要な観光資源の一つと認識しているところであり、会津ブランドものづくりフェアや会津エロウソク祭りといったイベントの開催や、首都圏の商業施設等におけるイベントや物産展への出展などにより、知名度の向上や販路拡大を図っているところであります。今後もこうした取り組みを継続的に実施していくとともに、関係機関と連携して事業所の抱える課題に対応し、伝統的工芸品の魅力を広く発信することにより、さらなる販路拡大に努めてまいりたいと考えております。次に、会津ブランドものづくりフェア、食と技の祭典の会津総合運動公園での開催についてであります。会津ブランドものづくりフェア、食と技の祭典につきましては、昨年度に実施した事業内容の検証を踏まえ、広報 PR を強化するため、市政だよりや新聞へのチラシの折り込みを行うとともに、会津町中アートプロジェクトをはじめとした町中で開催されるものづくりイベントとの連携によるスタンプラリーの実施や、ジュニアエコノミーカレッジおよび会津肉の祭典の同時開催、同日に開催された勤労青少年ホームサイトの連携など、多くの方々に来場いただけるようさまざまな事業を展開しながら、駿河城体育館において開催したところであります。その結果、開催期間中はあいにくの天候であったものの、昨年度と比較して3100人増の1万5300人の方々が来場されました。これは取り組みの成果の表れであるとともに、駿河城体育館で開催される食と技の祭典が一定程度浸透してきたためと
考えております。街中での開催は街中の回遊性や来場者の利便性の向上が図られること、また駿河城体育館が会場として定着しつつあることなどを踏まえ、一定の期間は現行の会場での開催を継続してまいりたいと考えております。以上でございます。内海はじめ議員。一定の答弁いただきましたので再質問させていただきます。公共的機能の観光利用についてですが、マンホールを管理している建設部にお聞きしたいんですが、マンホール蓋の耐久年数は、車道で15年、歩道で30年が目安とされていますが、マンホールの蓋の、寿命とはどの程度なのかお示しください。併せて、今後、マンホール蓋を入れ替える際に、デザインマンホールを取り入れたいと申し入れがあった場合、法的な問題や、解決すべき課題はあるのか見解をお示しください。建設部長。お答えいたします。まずマンホール蓋の寿命でございます。マンホール蓋の耐用年数といいますのは、車道部で15年、歩道部で30年と言われております。ただし交通量が多い箇所に設置されているマンホールについては劣化の進行が早いもので、耐用年数が短くなっている状況にあります。それからデザインマンホール蓋への変更に伴う課題でございます。デザインマンホール蓋の規格を満足し、安全性が確保されているものであれば変更は可能でありますが、デザインマンホールに案内機能を持たせるということで課題があります。その課題としては5点ありまして、まずマンホール蓋は車道上じゃなくてあくまでも歩く人の対象とするため歩道上のマンホール蓋を利用するということが必要であります。2点目にマンホール蓋の前で人が情報を得るというようなことがありますので立ち止まることで人同士の接触が懸念されております。3つ目に既存のマンホールの規格によってはデザイン蓋への変更に伴い受け枠等の交換の工事が必要となる可能性があります。4つ目としてマンホール蓋をデザイン着色することによりまして雨や雪の場合滑りやすくなり人の転倒が懸念されます。で5つ目でございます。マンホール蓋にデザインの着色をするということでそれが汚れたり経年の劣化により視認性が悪くなったりなるというようなことが考えられますので以上の5点が課題として考えられております。以上でございます。内海はじめ議員。今のまあ、様々な課題があるというようなお話をいただいたんですけど、まあ、仙台市の事例のほかにも、石川県の河北市では、マンホール蓋を活用して官民連携により、下水道事業のイメージアップ地域の活性化につなげることを目的とし、最新 IT 技術の AR を活用しスマートフォンをかざすと30秒ほどの企業 CM が流れる仕組みを持たせ、マンホール蓋の広告媒体として企業に貸し出す事業を行っており、平成26年度には国土交通大臣賞を受賞しており、いろんなところでそういうマンホール蓋を活用して、事業を行っているところがあります。まあ、そういう課題はありますけど、まあ、今後この本市においても、観光利用や、中心市街地の活性化につながるよう、部局間で連携し、取り組むことを、検討していただきたいと思います。次にですね、期日前投票所の増設についてお聞きします。人の集まる大型店舗に設置し、利便性を上げ、投票率向上につなげる取り組みは一定の効果を上げていると考えますが、投票率向上とは別の視点での期日前投票所の考え方があってもいいのかなと思います。例えば、市内の高校へ期日前投票所の設置です。実際に高校に順番に期日前投票所を設置している自治体もあります。これは実際には選挙権を持つ高校生だけの利便性があり他の有権者の投票率には影響のないものとは思いますが、選挙権を持って初めての選挙に参加することで選挙に対する関心を持ってもらうことや18歳の投票率を上げる取り組みを行うことで
他の世代の方々の意識を刺激することになると思います。そういった意味で、選挙の啓発だったり主権者教育の観点から、期日前投票所の、増設という形で検討してもいいのかなと思うんですが、その見解を、お示しください。選挙管理委員会事務局長。今ほどの期日前投票所を高校に設置してはどうかというお話でございますけれども、高等学校につきましては、今ほどありましたとおり、やはりその高校に在学をされている人の中で、18歳の誕生日を迎え、かつ会津若松市内にお住まいの方で、なおかつ選挙人名簿に登録をされている方というふうに限定をされますので、その高校の中で投票されるのができる方というのは、非常に限定的になろうかと思います。で、県内では実は三春町が、田村高校に前回の参議院選挙、それから今回の衆議院選挙ということで2回設置をされているということでございますので、その内容をお伺いをさせていただいたところでございますが、2日間、飛びで2日間、夕方の学校が授業が終わってからの午後3時から6時までの3時間、2日間設置をされたというふうなことでございました。で、28年7月の参議院選挙に関しましては、総数で9名、うち制服を着て投票されたということで、明らかに高校生と思われる方がうち5名ということでございます。で、今年10月の衆議院選挙につきましては総数17名、うち制服で投票された方は3名ということでございます。で、期日前投票所というのはあくまでもやはり選挙当日に投票ができない方に対する、措置といいましょうか、そういった形での開設でございますので、私の方で今回期日前投票所等で、実際に制服を着て投票される方などを見ておりますと、ご家族の方と投票されるケースが非常に多くございました。やはり、失礼いたしました、三春町の方に伺いましても、やはり学校で投票するということに、ちょっと高校生の方ですと抵抗があったり、ちょっと恥ずかしかったりということで、投票を控えてしまわれるような傾向もあったということではございますので、有効な手法の一つというふうに認識はいたしておりますが、やはり今、会津若松市の選挙管理委員会といたしましては、投票率を上げるために、今回、商業施設アピタ会津若松店の方にも設置をさせていただいて、その中で利用される方も増えておりますので、優先順位をつけて考えさせていただくと、高校への設置は少しその優先順位は低いものというふうに認識をいたしております。以上でございます。内海一議員。今投票所の増設の件で、ここはなかなか難しいのかなというようなのもありましたけど、島根県浜田市で、ワゴン車に投票設備をつけて、ワゴン車自体を投票所とした、移動期日前投票所なんかを導入したという話も聞きました。こういうものがあれば、ここで利用できればなと思って、こういうのを提案しようかと思ったんですけど、今後そういう商業施設なんかでも設置しやすくなるのかなと思いますので、こういう、ワゴン、なんていうかね、移動期日前投票者、この島根県浜田市の取り組みの、見解をお伺いしたいのと、あと実態調査の件で、昨年の、法改正で、選挙権の空白期間はある程度、解消できたとは思うんですが、実態調査によって選挙権が得られなかった人に関しては、今でも、解消されていないということで、18歳に選挙権が、引き下げられてから、本市では実態のない方は2名ということでしたので、ほとんどの方に選挙権が与えられて、市の対応としましても、18歳になる前に1回お知らせして、さらに選挙権を得た段階で、またメッセージカードなんかを送っているということで、大変丁寧な対応をされているなって、感心したところなんですが、今までその20歳の段階で登録、調査されてた方と、ちょっと対応の差が出てきているんじゃないかな、ちょっと思いまして、
今年の3月、毎日新聞が全国1741市町村の選挙管理委員会にアンケートして、回答率 86.2% の回答を得たアンケートでは、昨年の7月の参議院選挙で、新たに選挙権を得た有権者のうち、72市町村計2909人が、居住実態がないことを理由に、選挙人名簿に登録されなかったという、記事だったんですけど、本市の調査では556人だったということであって、2909分の556なんで、全国的にも本市の、実態に伴わない、未登録者多いのかなというふうに、思いました。本当の選挙権空白期間を解消するためにも、やっぱ18歳になる人の対応ももちろん大事なんですけど、この今実際選挙権が与えられてない方々の対応をより丁寧にしていかなければいけないと思うんですけど、そちらの、見解をお示しください。あと、伝統産業の方で、地場産業の後継者の問題とかいろいろ問題があるというようなご答弁あったんですけど、どういう形で実態調査をして、分析して、こういう認識になったのかというのをちょっと教えていただきたいなと思います。選挙管理委員会事務局長。それでは2つご質問がありましたので、順次お答えをさせていただきます。1点は、その、移動車両による期日前投票所の開設についてのお話だったんですけれども、これにつきましては、高等学校へ の, そういった車両の配置というよりは、ですね、非常に市内の中でも周辺部でですね、非常に人口があまり多くないようなところで、ご高齢の方が多くて、その離れた、なかなかその当日の投票所に行きにくい、また例えば港地区であれば、その基幹集落センターの期日前投票所まで足がなくてなかなか行けないと、そういった方に対しても有効な手法だというふうには考えてございます。ただ二重投票の防止というか、さまざまなクリアしなければいけないものもございますので、やはり会津若松市の規模ということを考えますと、研究しなければいけない一つの課題だというふうには考えてございますが、すぐに導入ということまではいかないのかなというふうに考えてございます。現状ではやはり、商業施設のであるアピタ会津若松、今回も3日間の開設ということでございましたが、そういったものの期日の拡大、そういったものについて、まず優先順位的には考えさせていただきたいというふうに考えているところではございます。もう1点でございますけれども、住民票を置いたまま大学もしくは就職ということで離れられて、選挙人名簿の等に登録がされていない方への対応ということでございますが、先ほど一番初めの答弁の中でも申し上げましたとおり、すみません、答弁者もう少しゆっくりしゃべってください。大変申し訳ございません。はい、選挙人名簿に、登録をされていない方に対する救済措置ということでございますが、先ほどの最初の答弁の中でも申し上げましたけれども、再調査ということで、年に最低1回はということで文書を差し上げております。その中で会津若松市に住民票がまだ残されたままで、市内に居住されていないという以前回答いただいた方については毎年通知を差し上げまして、実際にお住まいのところに移していただくか、もしくは帰って会津若松市に戻ってこられた場合にはご連絡をいただきたいということでの文書、こういったものは差し上げておりますので、そういった中で毎年ですね、今年も実施をさせていただきまして、回答率的には 75% 程度の回答ではございましたけれども、その中でですね、今年の4月に1014件、1000トンで14件の発送させていただきましたうちに、回答数は723件でございました。回答率約 71% ということで、うち本市に戻ってきたということで、104件、約 10% の方、回答いただいております。こういった形で継続して、
周知をしながら選挙権をきちんと得られるように登録されるような形で住民票の移動をしていただくような啓発は行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。観光商工部長。伝統工芸品の実態についてどのような調査を行ったのかということだと思います。後継者の問題につきましては、後継者がおいでにならなくて、廃業された事業所もお会いになるということも伺っております。あとちょっといくつかのですね、事業所さんにちょっと聞き取りをさせていただきまして、現状の課題等についてお話を伺ったところでございます。で今後ですね、これまで、この伝統的工芸品については、なんていうでしょう、全体的な調査というものは行ってこなかったということもございますので、今後その状況をですね、把握するためにも実態の調査、そういったものにも取り組んでいきたいというふうに思っております。内海一議員、5回目です。はい、花火ですけど、今年も、大会当日、来場者、もうすごかったんですけど、市内の飲食店だったり宿泊施設もいっぱいだったというような話も伺いましたし、本市に与えた経済波及効果を考えれば、期待以上の成果が上がっていると思いますので、今後も行政支援しっかり検討していただきたいと思います。あと先ほどの伝統産業の方ですけど、やっぱり漆器以外の部分はそんなにいっぱいあるわけでもないん でやっぱり本当なくなってから復活させるっていうのは本当大変な作業になってしまうと思うんで、今のうちにしっかりその、本当に数件ですからしっかり実態を把握して、それに実情に合った支援を考えていっていただければなと思います。でそちらの方だけ見解を伺って質問を終わります。観光商工部長。伝統工芸品工芸産業の方です。こちらにつきましては、やはり先ほども申しましたように、後継者の問題、ともありますし、そのいわゆる、事業主の方の、高齢化によりまして、やはりそういった後継者を確保するというような課題もあります。その他に、いろいろ経営上のですね、課題もおありになるかと思いますので、そういったこともしっかり、把握しながら、対策、どのような対策が必要なのか、そういったことも検討してまいりたいというふうに思っています。ここで暫時休憩いたします。再開を17時40分といたします。